どうも皆さんこんにちは。腐った映画に罰をつけていくレギュラー界の X 面、ウプ主のヨッシーです。面は差別だから X フォースだろと、ゆっくりの霊夢です。さて、最近はコロナのせいで新作映画を見に行きづらくなってるので、今回はちょっと趣向を変えて配信の新作映画をやっていきましょう。洋画は特に劇場公開が厳しくなって配信になってるものもあるし、たまにはこういうパターンもありかもね。というわけで今回紹介する映画はこちら、ニューニューターズ。マーベル映画の最新作ね。マーベルコミックス原作の X メンシリーズのスピンオフ作品で、謎の施設に閉じ込められた若きミュータントたちが襲いかかる様々な恐怖に立ち向かう話だね。監督はきっと星のせいじゃないのジョシュ・ブーン。出演はアニア・テイラー・ジョイ、ブルーハント、メイジー・ウィリアムズ、チャーリー・ヒートン、ヘンリー・ザーガなどだよ。ああ、これようやく公開されたんだ。なんかだいぶ前から予告編上がってたのに全然公開されなかったよね。公開までの道のりが凄まじく長い作品だったね。ご存知マーベルコミック原作の人気シリーズ X メン、2000年のブライアン・シンガー監督による1作目から続いてた長寿シリーズで、歴史だけなら MCU よりも長いシリーズだったんだけど、2019年のディズニーによる20世紀フォックスの買収によって強制的に終了になってしまったちょっと悲しいシリーズでもある。まあおかげで20世紀フォックスが持ってたキャラクターたちの権利をディズニーが手に入れて、X メンやファンタスティック4といった人気キャラが MCU にも参戦可能になったという大きな利点もあるけどね。ファンタスティック4は早速映画化が発表され、監督もスパイダーマンのジョン・ワッツに決まってたね。個人的にはちょっと意外な人選だったけどすごく楽しみだよ。とはいえ長年続いてきてまだまだ続編も期待されたシリーズが無理やり終わらされてしまったのは事実で、メインのシリーズの最終作であるダークフェニックスも、これが20年近く続いてきたシリーズのフィナーレかよ、と思うしかないグダグダな最終章だったね。これもなんか同時期に公開されたあるヒーロー映画と内容が似てて変えられたなんて話もあったね。そういうかわいそうな事情があった作品でもあると思うけど、それがなかったとしてもまともな映画になったかはちょっと疑問だけどね。まあ個人的にはシリーズ最終章ということを考えなければそんなに嫌いじゃないけど、そしてそんなダークフェニックス以上にかわいそうなことになったのが事実上 X メン最後の作品となった今回のニューミュータンツ、フォックス上層部と監督との衝突、ディズニーによる買収、しまいには新型コロナウイルスの直撃と踏んだり蹴ったりな作品だね。最初は2018年4月に公開予定だったのが延期に延期を重ねてアメリカでは2020年8月にようやく劇場公開。でもコロナのせいでろくに人が入らない状況もあって興行収入も爆死。もうなんか呪われてるかのような作品になったね。日本での扱いもひどいもんだよね。曲がりなりにも X メンシリーズの一作なのにまさかの劇場公開はなし。しかも吹き替えもついてない上なぜか放題を変えられるという始末。なぜかニューミュータントになってるんだよね。配信にするにしてもどうせならディズニーでやってくれればいいのに。なんなんだろうねこの扱いは。まあ日本では X メンシリーズ自体そこまでヒットしてないというのもあるけど、さすがに期待されなさすぎには感じるよね。まあなってしまったものはしょうがないからとりあえず見ることができただけありがたいと思うことにするとして、そういう事情は別にして作品としてどうかという話だけど。この作品ってかなりホラー要素が強いヒーロー映画なんだよね。もともとは監督のジョシュ・ブーンが X メンでガチのホラーを作りたいと始まった企画らしいね。それでヒーロー映画初のホラー映画とのジャンルミックス作品になってるんだけど、ちなみに元のコミックの方のニューミュータンツは特にホラー的な作品ではなく、X メンが不在の時にプロフェッサー X によって集められた若いミュータントたちによるティーンエイジャーチームらしいね。なので多分コミックの方とはキャラクターとかは同じでも全然トーンの違う作品になってるんだと思う。あと本作もジェームズ・マカボイ演じるプロフェッサー X が登場する案もあって、メインの X メンたちと合流する計画もあったらしいね。まあ打ち切りになったから今となっては幻の企画だけど。アメコミ映画は結構原作を大胆に変えてくるよね。ヒーロー映画とホラー映画の融合って面白そうな試みだけどどうだったの？良くも悪くも X メンシリーズらしい微妙な出来かな。いいところはあるし普通に見てる分には悪い映画ではないんだけど、MCU がハードルを上げまくってる今のアメコミ映画の中ではちょっと微妙かな。本作は閉鎖された病棟に隔離された5人のミュータントたちに次々と怪奇現象が襲いかかるという話で、その中で出会ったばかりの5人がそれぞれの能力に起因するトラウマを克服しつつチームになっていくという、青春映画としての要素もある作品だね。監督の代表作きっと星のせいじゃないも青春映画だし、監督が得意としてる部分なのかもね。5人がそれぞれ自分の能力を受け入れトラウマを克服していくところはまさに X メンって感じ。それぞれがトラウマとなっているものが悪夢として襲いかかってくるところは、
一等連想させる感じでもあるし、能力者を隔離して研究してる病棟というのは、M. ナイト・シャムラン監督のミスターガラスを思い出したかな。そういえばアニア・テイラー・ジョイはこっちにも出演してたね。今回は特にそのアニア・テイラー・ジョイが最高の映画だね。ほとんど彼女のための映画と言ってもいいぐらいの存在感を見せたと思う。あと X メンといえばやはりマイノリティの物語で、キャストとかキャラクターとかいろんなところにその要素も見える作品でもあるね。そんな感じで素材はいいと思うんだけど、なんかそれを全然活かしきれてないというか全体的に薄味なんだよね。ホラー映画としてもヒーロー映画としても青春映画としてもいまいち振り切れてない中途半端なバランスで、詰め込んでる割に上映時間が短いからどれもあっさりに感じる。ミュータントたちがそれぞれ結構なスーパーパワーを持ってるから、ぶっちゃけ化け物に襲われてもあんまり怖くないし、アクションの見せ方も特に目を見張るものもない割と平凡な感じだし、なんかこれはひどいってところがあるわけではないんだけど、ここは本当に素晴らしいっていうところもないという悪意に一番感想に困るというか、ぶっちゃけ無って感じの作品だね。良くも悪くも突き抜けてるところがあればまだ語りようもあるだろうけど、それすらないってある意味一番厄介かもね。なんか後の作品に向けた布石もあったけど、シリーズが完全に打ち切られた今となっては全く意味のない描写だし、素材はいいから次回作次第ではまだ挽回の余地はあるけどそれももはやないわけだからね。なんかもうただただかわいそうな作品だね。キャラクターとかは悪くないんだから MCU でリメイクしたらいい作品にもなりそうだけど。どうだろうね、しばらくは難しそうだし、やることにはもうティーンエイジャーというには役者の年齢も厳しくなってそう。せっかくの面白いアイデアや素晴らしい役者だったのに、制作会社の都合や時代の流れに振り回されてしまった。今世紀最大の呪われたヒーロー映画だったね。これが長いシリーズの最後の作品というのが余計に悲しいわけだけど、せっかく合流できるようになったわけだし、いずれ MCU に参戦して素晴らしい作品になってくれることに期待するとしましょう。1年以上動けなかった MCU もワンダビジョンが始まってまた盛り上がってきてるからね。去年何もなかった分一気に盛り上がってほしいわね。ワンダビジョンめちゃくちゃ面白いからぜひ見てほしいです。MCU だけじゃなく X メンも追いかけてきた人にはたまらないサプライズもあるからね。僕も全話配信されたら動画にしようかなと思ってます。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。